さんこんにちは、なみきです。今日はこちらイーグルポイントゴルフクラブに来ております。さあ、そして今日は何をするのかと言いますと、パーフェクトガイドをやりたいと思います。はい、多分初じゃないですか、うちのチャンネル。そうですね、はい、なみきちゃんはそういろんなゴルフ場にね、お邪魔して、はい、素敵なゴルフ場も多いじゃないですか。そうですね、ゴルフ場行く前とかにそのガイドになるような。確かによく私の最近視聴者の皆さんからいただくコメントで、なんかゴルフ行く前に例えば同じゴルフ場のその回ってるの見たりして予習してますっていう結構コメントもあったりするので、まあ、今日はじゃあこのイーグルポイントさん、まあ、私も好きなコースの一つであるんですけども、ここをまあ徹底ガイドみたいな感じですよね。はい、パーフェクトガイドです。あ、そうです。でもですね、パーフェクトといっても私なんですよ、無理なんですよ、私だけじゃ。そうですよね、はいはい、はいっていうのもあるんですけど難しいかもしれないので、なので今日はこの企画にぴったりのあの方をお呼びしておりますので、早速呼びたいと思います。どうぞ。こんにちは。こんにちは、吉田隼人プロです。吉田隼人です、よろしくお願いします。お願いします。さあ、なぜかというと吉田隼人プロはここの所属なんですよね。はい、所属で、もう任せてください。そうですよね、しょっちゅう回ってるんで。もう練習もずっとここでいつも、はい、そうです、もうひたすら朝から晩までイーグルポイントで過ごしてます、うん、はい、で私も実は、つながりとしては、まあ、そのアベマさん去年のですよね。そうですね、あれがきっかけでしたっけ。あれ、なん多分、あ、でもそうですね、あれ、で、その後、はい、そうだ、1回だけダウンを優勝して、そうなんです、はい、お金で知ってもらって今日はありがとうございます。こちらこそ。でもそのコースを隅から隅まで知り尽くした吉田隼人プロに来ていただいたので、もうコースの攻め方を全部自分でも解説しながら回っていただくのプラス、はい、並木ちゃんをこうパーフェクトガイドとして、任せてください、攻め方、はい、マネジメントの仕方を全て、はい、アドバイスしていただいて、はい、当然パーフェクトガイドなので2人ともパーフェクトガイド通りに回ればいいスコアで上がれるはずなので、うんうんうん、プレッシャー2人合わせたトータルスコアで、はい、ハードルを設けて回っていただきたいと思います。はい、ズバリそれはいくつでしょう。なみきちゃんはじゃあ、まあ当然50を切るのが切りたい。そうですね、そうですね、うん、まあ、常に50を切るっていうのが目標なので、はい、13オーバ ー、 おーで、プロはまあ自分の庭なんで、そうですね、はい、まあ、本当はアンダーって言いたいところですけど、そうですね、あんまプレッシャーかけないでじゃあイーブンパーの計算で、じゃあ2人合わせて13オーバー、はい、そうですね、できないです、ないと思うんですけど、うん、まあ、簡単でもないですね。そうですね、ちょっとゆるくゆるくいきましょう。でもね、並木ちゃんが1ホール2ホール序盤で打っちゃったりすると焦っちゃうみたいなところありますから、そこはちょっとプロとして、いや、お互いなので、その険悪なものにならないように、そうですね、長やかに、はい、長やかに、じゃあ9ホールやってみましょう、はい、お願いします、お願いします。パー4です。さあ、こちらのホールはどういったホールでしょうか。そうですね、ここは途中に、まあ、300ヤード、290ヤードぐらいのところにクリークが流れてるんで、まあ、僕たちプロとかやっぱ飛ばす方、ドライバーだと池入っちゃうんで、まあ、ちょっとスリーウッドで、なるほど、はい、刻んで、でちょっとグリーンとしてはここから見えないんですけど、ちょっと右ドックまで行かないんですけど、右側に少し曲がってるんで、まあ、狙い目としては、まあ、左側から打った方がこう広く使える、まあ、右目でも距離は近くなるんですけど、まあ、バンカーとかラフがあるんで、はい、まあ、しっかりフェアウェイ左サイドあたり狙っていきたいなと思います。スプーンで何ヤード打っていくイメージですか。スプーンで、そうっすね、今右からフォローなんで、これで260ぐらい出せたらベストかなと、はい、思います。じゃあお願いします。やべちょっと待って、大ミスした。だいぶ右ですけど、まあでもグリーン狙えるでしょ。まあ、はい、バンカー入っちゃったけど
それはそれであのコースガイドなんで。いいっすか。もちろん。もしクロスバンカーに入れてしまった時はこういうのがあるんです。はい、あのいいっすか、全然。どうしようと思った今。こうやって攻めます、こうやってこうやって攻めてるのに、で今左打たないといけないのに右飛んでったと思って。でもその通りに行かないのがゴルフなんで本当に、はい、これは何でもな、そっからの攻略の仕方が知りたいです、はい、逆に、はい、そうね、はい、反対ならそうするけどみたいな。そう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 、緊張しました、ちょっと緊張しましたでも結構慣れてるんじゃないんですか、そういうの。いやでも緊張しますよやっぱり。本当ですか。うん、まあ慣れ、うん、そうっすね。あんま慣れてるって言わない方がいいな。あのなんか勝手な私のイメージですけども、はい、あのレディースは優しめですよね。はい、そうっす ね。結構イーグルポイントは女性に優しいゴルフ場だと。ね、はい、なので女性の皆さんも来るといいかもしれません。はい、ぜひぜひ。ここに来るといつもあのハヤト君には会えるんですね。そうですね。もう大体ここに試合がない時はいるんで、ぜひお声掛けください。まあこれさっき言った通りあそこに池があるんで、はい、そうですね、ドライバーどれくらい飛びますか。最近170とかで、ね、170、このフォローだからもう少し飛ぶと思うよ、うん、当たると、うん、だと池入っちゃうんですよね。池超えるのは、超えるのはキャリーで180とか190ぐらい必要なんですよ。まあここもう攻略するってなると池の手前に刻むっていうのがベストになるんで、130でギリフェアウェイだと思います。でフォローだし、うん、で狙い目としてはもうグリーンあっちなんですけど、しっかりあの左側というか、バンカーの左側、そうですね、あっちの方狙ってください。ナイスショー、ナイスショー。これ大丈夫か、飛びすぎてるぐらい。あーでもいいとこ、あーナイスショー、飛距離が伸びてる。初ですよ多分、その初めてラウンドご一緒した時、はい、とは多分変わってますよね。いや全然今違くてびっくりしました。全然違うと思う。めっちゃ前なんですよご一緒したの。そうですね、球の飛び方が全然違うっていうのはびっくりしました。嬉しい。じゃあ俺が先かな、左打てっつっといて右バンカー入れるっていう大変かっこ悪いティーショットだったんだけど、まあ言い訳言うと、まあ右バンカーいつも問題はない。いいルートだからこそクロスバンカーがあるんですよね。そうですね、右サイドは結構落ちちゃってるんで、かといって左手はあのバンカーがある。確かに、はい、ちょっと狭くなるんで、あのまあ花道沿いじゃないけど、まあ、あのピンに対してだったら、まあ、まだバンカーの方が優しいんで、まあ、ちょっとピン左側を狙っていきたいと思います。はい、しゃあ、おっす、ナイスオン、ありがとうございます。これは言った通りできました。ありがとうございます。ね、やっぱ最初のティーグラウンドの時は自分ではちょっとミスっておっしゃってましたけど、そっからのリカバリーがナイスすぎて、ありがとうございます。もうなんか1打目なかったですぐらい、ね、本当に1打目は見なかったこと。まあでもそうですね、パワー4のうちね、3個ね、3打のうちどっかでいいショットが出ればね、はい、プラもバーディーもあるんで。まあそうっすよね、うん、ちょっとフェアウェイバンカーアマチュアの方苦手って思うんですけど、意外とプロってラフより好きだったりするんですよ。スピンがかかるんで、バンカーはラフだとスピンかかんなくて止まんない場合があるんで、そう、意外とフェアウェイバンカーは意外とありっていう。ありなんですか、ね、はい、私なんて言おう、さっきから吉田プロなのか吉田先生、確かに僕も並木さんの方がいいですか。年下ですもんね。僕そう思ったんですよ。しか変わんないですよ。でも並木ちゃんっていうのも確かに俺下だし、なんかちょっと違えなと思って。みんな並木ちゃんか。はい。まあ並木さんっていつも言いますかね。うん。うん、本当好きなので。まあハヤトプロとかいいんじゃないですか、並木ちゃんは。じゃあ私ハヤトプロ。じゃあ僕
ミキサーにしときます一応はい、もうここまた難しいんですけど、まあベストはやっぱりピンもう奥でもいいやって感じでとりあえず乗せる。要は手前だと左バンカーと、で右だとちょっと難しいアプローチが残るんで、まあとりあえず乗せれればベスト。はい、はい、ここいい方向、もうちょい左でもいいと思います。そうですね、ただ振った、惜しいな。まあ大丈夫です。ああでもうん、ゴルフはこういうもんです。よかった、手前の池入らなかっただけ。そうですね、はい、ね、女性の方この池が結構みんな、そうですね、そのプレッシャーになることが多いんで、うん、これなんかカメカメカメ飼ってるんですか。いや、うん、飼ってるわけじゃないんですけどちょっといっぱいいます。たまにスッポンもいるらしいです、僕は見たことないですけど。何それ。なんか初めて来た、どっかにスッポンが潜んでるらしいですよ。まあこれをピンを寄せるってなると多分グリーン直接乗せちゃうと奥に行ってしまう、はいはい、まあ、なんで、まあ、ワンクッション使えると一番はベストなんですけ ど、 なるほど、まあ、でもまずは乗せましょう、まずははい、ピンの距離、まあ、これがエッジ36なんで、はい、ちょうど、まあ、40ヤードぐらい打てたら、まあ、ちょっと奥行っても仕方ないなぐらいで、まあでもとりあえず乗せるってことはできたんで。ちょっとなんか力入っちゃった、なんか上げてるっていうの。これ下り？そうですね、下り。下りですか？フックになります。フック。全然読めないわ。まずはまあピン越えちゃうと多分グリーン出ちゃうんで、あれかなり傾斜強いんで、はい、まあワンピン手前でもいいやぐらいで。一目で勝負しようって思った方が、もうちょい行け、もうちょい行け、あーでも仕方ないっすね、ここであそこで2パット狙った方があんまりがっついちゃうとピンの奥がくがってるから、惜しい。OK、ナイスインです。惜しい。ちょっと気合入りすぎたか。やった。僕がバーディー取ればいいんで。いやいやいや、もう私いつもですね、プロとの子で僕ですね、はい、オープンに抱っこいらっしゃる。はい、もう説明になって思って。いや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 、続いてこちら11番ホール539ヤードのパー5です。ここは右ドッグレッグの、はい、なだらかな右ドッグレッグのパー5になります。まあ軽くですよ、ほんと、はい、ピーって、まあ、で右サイドがもうすぐ OB なんで、まあできればあのちょうど奥に見えてるバンカー3つ、あの方向を打てるとまあ安全ベスト。まあフォローとかちょっと攻めたいなって時はもうちょい右狙っても、まあそうですね、280ぐらい行く方はフェアウェイに行って2を狙えるって感じですね。はい、まあ今日ちょっとフォローなんで、まああの、まあさっき言ったあの3つのバンカーのちょっと右を狙って、少しショートカット気味で、
しゃあ。おはようございます。これはベスポジです。うん。これ当たりましたね。今どれぐらいだっけ距離は？今僕280ぐらいだと思います。そんな飛びキャラでもないですけど。ベスポジだと思います。すごい。言い方。いやいや。言えるすごくないですか？280が普通ってすごくないですか？いやいや、プロの中だと今本当皆さん飛ぶ方多いんで。そうですね。そうなんです。どんどん。280ぐらいだと本当中堅かちょっと、はあ、みんな300ですって。そうですね、ここはレディースティーからだと比較的ティーショットはもう何もないんで、もうほぼまっすぐ。こっからめちゃくちゃストレスフリーというか、でもセカンドからちょっとストレスばっかになってるんで。じゃあこの1段をはい、もうピンまっすぐちょうど見えてますし、けどまあまあ大丈夫大丈夫ラブですね、うんうん、ちょっとセカンド木が邪魔になるかな、ね、はい、全然飛距離が全然違う。そうですか。はい、前も球の勢いと通報チャンスです。おそうですね、攻略としては、はい、まあ、ピンが今日は奥なんで、はい、まあちょっと手前めに乗せて2パット、まあ、もちろんあればイーグル狙いたい。はい、行くなよ。ちょうどこの木とバンカーの間行けばいいんですけど、まあでもマネージメントとしては、はい、まあ、あの左バンカー手前に刻むのがベストです。ここで無理していっちゃうと今日は攻略ですもんね。設定攻略だから結構これがセカンドからストレスじゃないけど、そうですね、そうそうそう、確かにでも本当おっしゃる通りかもしれません。ティーショットはストレスないんですけど、こっから狭くなってくるんですよね。私はそのやっぱ左のバンカーの手前に落とすイメージで7番です。もうちょい左向いた方がいいですね今日。ちょっと右向いてる、はい、右向いてる。ナイスショット、完璧だ。うん、いいとこです。まあでもナイス刻みです。ありがとうございます。安全ですね。はい、多分私、はい、まあ、何も言わなかったら、はい、このバンカーと木の間に、はい、まあ、打ち落ちますって言いそうです。あ、そうですね、やっぱそういうなんていうんですかね、やっぱ危ない賭けじゃないけどやっちゃうと、あのドツボに、やっぱ100切る切らないって、うん、本当そこだと思うんで、そこで結構変わるんで、うん、これはちょっと左なんで、もう気持ち右、そうそうそう、これぐらい、はい、もうナイス、ナイスショー、ピンまっすぐ、あ、でもナイスショーです。ナイスオン。まあでもね、あれでね、もし確かに番手返ってたらね、ベタピンってね、そうとかね思っちゃいますよね。タラレバですけども、わかる、ゴルフってタラレバしかないですよね。言っちゃタラレバ。ただこれは40ヤード近くあるバンカーですね。そうですね、ちょっと難しいバンカーになりますけど、できれば上の段にちょっと飛ばしに行きます。飛ばしに行く。はい、まあ、僕の感覚ですけど、ちょっとバンカーってこういうイメージじゃないですか、ちょっと浅く立つっていうか、で鋭角にしてちょっと球を飛ばすで
でキャリーを出していくっていう。巻いて。巻いて。ああ、惜しい。足らなかった。ちょっとキャリーが足らなかったっすね。傾斜が結構ここが高いのって分かりますか？一番高いのがここですね。なんでちょっとこう、はい。なるほど。いや、弱い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 。登れ。落ちた瞬間に分かりました。まあでも段の上まで行ってるんで、うん、まあしっかり狙います。惜しい。よし、先です。ストップ。座ります。微妙な距離残りましたよ、これ。ちょっと切れたか。うまーい、ナイスでーす。全然いけそうな。まあプロがパープルってことないんだよ。ホームコースなんだね。それは間違いない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますので、ぜひフォローしてください。